あ、こんにちは、ヒロです。今日はですね、情報教材は買った方が良いですかっていう、質問が、結構たくさん、来るんで、最近。この動画で答えておこうと思います。よろしくお願いします。情報教材は、本当に購入すべきものっていうのは結構少ないと思います。そうですね、まあ、結論から言いたいと思うんですけど、ですね、まあ少しは買った方がいいと思います。ただ、そんなに買う必要はないと思います。大体、まあ2つか3つくらい、買えば、それだけで稼げるようになると思います。ちなみにですね、私が買ったことがある、情報教材は、ですね、ちょっと、書き並べたんですけど、ちょっと読み上げていきたいと思います。ですね、ネットビジネス大百科と、新世界アフィリエイトっていう教材と、あと、ルレアっていう教材ですね。あと、これはちょっと、有料ブログのテンプレートなんですけど、ケインっていうものと、あと、ヨザワ塾も購入したことがあります。あと、オークションアービトラージっていうもの、それから、マネートラップ、それから、バイマ、バイマでお任せ販売だったかなっていう、まあ、この辺全部輸入の、教材なんですけど、まあ、あと、中国輸入の教材も、購入したことがあります。それからですね、あと、ですね、リストビルディング大百科っていうものと、奥の細道ですね。これは、児玉歩さんっていう方の、と、西野隆さんの、教材なんですけど、まあ、これも購入したことがあります。あと、一撃必殺っていう、児玉歩さんの一撃必殺ですね。それから、アンリミテッドアフィリエイトっていう教材と、あと、下克上。あと、ネットビジネスバイブルっていう、小島幹人さんっていう方の、教材なんですけど、まあ、情報教材は大体このくらい、購入しました。でですね、あとSNS のツールですね、集客するためのツールみたいなので、フォローブースターっていうツイッターのツールと、あとフォローマティックと、あとアメーバキング、まあ、これちょっと月額課金制のアメブロの集客ツールなんですけど、と、あと Facebook クエストと、あと Mixi のミクトモとかっていう、ツールも、購入したことがあります。あと他にもくだらない教材とか、まあ、なんか夢リタとかも買ったことあるかな。なんか、まあ、他にもいろいろくだらない教材とかも買ったんで、まあ、私はですね、全部で70万円以上使ってきました。でですね、まあ、そのノウハウとかを、こう、包み隠さず、ニコニコ生放送を毎日やっていて、まあ、そこで全て無料で話しているんで、そういうこととか、まあ、テクニックとか、あと、何ですかね、まあ、マインド部分とか、まあ、あと、なんといっても、こう、モチベーションにつながるかなっていう、そのニコニコ生放送に来ていただいたら。なので、まあ、ニコニコ生放送来てほしいなと思うんですけど、多分ですね、ニコニコ生放送に毎日来ている人はですね、まあ、ほとんど情報教材を買わなくても、それだけで、まあ、私が結構もうこうやったら稼げる、こうやったら稼げるっていうようなことを結構話してますんで、ニコニコ生放送に多分毎日来ている人は、情報教材に何も買わなくても大丈夫かもしれないかなと思いますね。まあ、何も投資しないで稼げている私の友人とか、まあ、私が実績、まあそういう実績がありますんで、まあ自信持って何も教材買わなくても、まあ稼げるといえば稼げるんですけど、さらにこうレベルアップしたような、こう、稼ぎ方を、目指すんであれば情報教材買った方がいいと思います。なので、まあ結論と言いますか、ですけど、私みたいにこう70万円以上とか使わなくても、まあ2、3万円とか、まあツールとか全部合わせてもこう10万円分くらい、買えば、全く問題なく、あれですね。稼ぐことができるんで、まあ大体そのくらいで大丈夫っていう感じですね。で、買う必要がある教材を挙げるとしたら、ですね、ネットビジネス大百科の和佐さんと、和佐大輔さんと、木坂武信さんのネットビジネス大百科、まあこれは結構、本当に王道教材で、まあ伝説の教材みたいな、ネットビジネスをやるなら、
まあ、この教材は買うべきみたいな感じの教材なので、ネットビジネス大百科は、買って損のない。まあ、返金保証もついてありますんで、ついておりますので、本当に買って損がないかなと。まあ、損したと思ったら返金、まあ、無条件で返金確かできましたんで、それもなんか1年後とかでも確か、返金することできましたんで、まあ、ネットビジネス大百科は、買う必要があるというか、そうですね、買って損がないかなと思います。それからですね、あと、新世界アフィリエイトっていう、まあ、ミンティアさんっていう、まあ、ちなみに、早稲田大輔さんも、木坂大、竹信さんも、そのミンティアさんも、全員会ったことがあるんですけど、その新世界アフィリエイトっていうのは、ミンティアさんの教材なんですけど、ミンティアさんと確かダイポンさんっていう方、なんか最近ダイポンさんがちょっと辞めたみたいな感じで、まあ、ミンティアさんっていう、素晴らしい方の、教材なんで、まあ、これもですね、ボリュームがすごい、ある教材で、まあ、これ一つでもかなり、稼げるようになるかもしれないっていう。まあ、これとネットビジネス大百科あれば、ほぼ、もう全部網羅してるかなみたいな。まあ、それからですね、ちょっと私の個人的な、もう一つまあ、これはちょっと、これも、強いて言うなら、おすすめしたいみたいな。まあ、ちょっと上級者向けというか、すごい、ボリュームが45時間分、以上ある動画で説明してくださっている教材なんですけど、ネットビジネスバイブルっていう小島美希人さんとか、まあ、他に、4人で作られた教材なんですけど、これもですね、価格が1万円で、返金保証もありまして、そうですね。まあ、ちなみにネットビジネス大百科も、価格が1万円で、まあ、新世界アフィリエイトは、1万、まあ、確か2万円近くしたと思うんですけど、まあ、この3つくらいが、私がおすすめできる教材かなっていう感じですね。あとは、ルレアとか、まあ、すごいですね。ルレアっていうの、教材も、なんか、アフィリエイトのノウハウも入っている教材で、しかもテンプレート、有料ブログのテンプレートとして使うことができますんで、まあ、ルレアっていうテンプレートか、もしくは、ケインっていうテンプレートですね。まあ、有料ブログを作るとするなら、そのテンプレートがおすすめです。で、あと、まあ、あとは、アメーバキングとかツール系を、購入するだけで、良いと思います。なので、結論としては、まあ、10万円以下で、まあ、そんな使う必要はないっていう感じですね。ですね。まあ、私のニコニコ生放送に、まあ、来るだけでも、本当に簡単な稼ぎ方だけだったら、すべて無料で、伝えることできますんで、ですね。まあ、具体的にはトレンドアフィリエイトっていうものを、進めてるんですけど、それは私の、YouTube の動画、を見ていただいたら、そこで、どうやって稼ぐかっていう部分も説明していますので、本当に、最初の部分は、最初ネットビジネス始める場合は、本当に全部無料で始めることができるんで、まあ、少し結果を出した後くらいに、そういう、さっき言ったネットビジネス大百科とか、なんですかね、新世界アフィリエイトとか、まあ、ネットビジネスバイブルとかっていう、と、購入すると良いと思います。まあ、最初からですね、時間とお金に余裕がある場合は、まあ、最初から購入しても良いと思います。そうですね、そういう感じですね。まあ、この動画は、情報教材は、買った方がいいですかっていう質問は、大体こんな感じで、答えられたかなと思います。またなんか質問あれば、ニコニコ生放送とかに来ていただいたりとか、メールで、なんか質問とかいただけたら、全部答えてますんで、まあそういう感じで、なんかこう、反応をくださったら嬉しいなと思います。この動画は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございます。